丸1日かけて焼き上げた。じゃあ釜出ししましょうか。ほらちょっとキンキン出てるでしょ。いいんじゃないこれ。偶然を楽しみ、偶然を生んだ調合を己の技法として確立していく、その積み重ね。面白いでしょ。旺盛な実験精神が作品に幅を与えている。焚き火ですよね。本当遊んでるようなもんですもん。これ仕事してるかのことあんまりなくて、本当好きなもん作ってるだけですもん。工房から自宅までは車で5分。気ままな一人暮らしを送る青木は、台所に立つ時も自分がたどり着いたレシピに忠実だった。オリジナルですよ。これもうチーズの配合になってますもん。今回3種類、大体カルボナーラを作るとしたらパルメジャーノ、レッジャーノだけを使うのが多いんですけど、チャチャチャーン、これが一番美味しそうに見えますから。完成。料理も器も全て自前だ。いただきます。美味しい。1978年、富山県の生まれ、サラリーマンの家庭に育った。幼い頃から絵や漫画を描くことが好きだった。遊びほうけた大学時代の終わりに、ふと自分の未来を考えた。このままでいいのだろうか。アクセサリーの創作に没頭するが違和感があった。そんな頃、陶芸と出会った。土触った瞬間に、うわこれしかないっていう瞬間があったんですね。今までいろいろやってきた中でも一番の衝撃があって、いろいろ遊んできたんで、もう遊ぶのはもうこれから一切やめて、もうこれだけに集中しよう、もう陶芸と心中しようってその時決めて、そこからもうがむしゃらにやってますね。陶芸研究所で2年間焼き物を学び、以来無我夢中で走り続けてきた。緑まぶしい6月、青木は個展の準備に追われていた。ギャラリーはアートの本場ニューヨーク。は僕の代表的な形で初個展会やってる、こういうラインが綺麗なボールがあるんですよ。それにいろんな釉薬を、あった釉薬をかけて発表しようかなと思って、まあ最低でも40種類ぐらい、まあベストがあるんで、すごいやつらが、それはまず持っていきたいなと思って。お、ギリギリセーフかも。青木の中で際どい均衡を保つ若さと自信。焼き上がった器にもまた派手さ一歩手前のバランスがあった。ニューヨークの個展に向けて、また実験精神が頭をもたげる。地元の先輩陶芸家と山に入った青木は、焼き物に使えそうな自然の粘土を探した。これ赤いの使えるんじゃない？あ、いいいいっすか？あります？これいいわ。あ、これいけます。これいけるだろ。これいいですね。すごい粘りがする。これいいよ。これ使えます。これいい。あ、いいとこ見つけたね。これすごいいい。ありがとうございました。オッケー。オッケーです。これ焼いてみます。うん、焼いてみ。長い眠りから揺り起こされた土は、青木の手の中で面食らっていたかもしれない。その声に耳を澄ませながら、土に新しい命を与えていく。
今回は先輩陶芸家のガス釜を借りようと決めていた。電気釜の熱とガスの炎がどう違うのか、ものは試しだ。あ、ありがとうね、タコ。結構先生、湯厚めにかけてる？そうですね、下地に灰をかけて。灰をかけるとなんかいいことあるの？流れとかってあるんですかね。流れる？うん。先生、ちょっと質問なんですけど。あ、いいよ。先生、引き出し袋の下に灰をかけるんですか、先生？うん、灰透明みたいなもん。灰、それかけるとどういう効果があるんですか？ほんと、そこにグラデーションができるじゃん。ちょっと深みが出るじゃん。これ、うん、樹木を焼き、その灰を水にさらした灰釉は日本古来の釉薬の一つ。初めて見ました。これ灰ってこんなんですね。そう市販のもの違うな。全然違うよ。全然違うものなんですね。綺麗だろ。綺麗め。歳月に鍛えられた知恵と青木独自の釉薬が同じ器の表面で混じり合う。結果は未知数だ。ガスによる炎にこだわったのも昔ながらのやり方に対する好奇心だった。ときめきを胸にして待つこと9時間。釜の温度を気にかけながら青木はタイミングを測っていた。今何度？79です。80になったら行こうか。はい。温度計が1180度を示したところで釜を開ける。釉薬が溶けている途中で器を取り出すのは16世紀末にここ美濃で生まれた技法だった。炎が収まったところで水に入れ一気に冷やす。かっこいいよこれ。これいいよね。伝統と現代の融合。見たこともない艶と色彩をたたえた器たち。けれどそこにはやはり青木らしい大胆さと勢いが顔を覗かせている。一回やったことあるんだけど。初めての技法に熱中していたところへ憂鬱な知らせが飛び込んできた。ボールか。あれがまた今回全滅しちゃったらしくて、どうしたものかと思って。古典用の作品を焼いていた電気釜に不具合があり、温度のコントロールが狂ってしまったという。器の表面にはひびや気泡が生じていた。とても出品できるような代物ではない。まいった。800度。ニューヨークの個展まであと1週間。このままでは作品が足りない。